うい。死体虫の大追跡の巻。はい。まあ、偽物が出てきちゃいましたからね。キル通報よりも。犯人特定の方が重要かなっていう、そういう流れになってますね。どうなる？まあ今ノラやってないんでちょっとわかんないですけど、前だったら死体無視で釣られてましたけど、今もそんなことねえんじゃねえかな。わかんないな。バナナをマーク。偽物。待てこら。通報せず追っかけ回し特定。っていうのがいいと思うね。でこれ3人だから茶色はピンク入れないだろうっていうね。面白いよ今の。はい。見てるぞ。光栄。この目玉スキンが気に入っちゃって。肌感冒目玉スキン。名前が見てるぞ。もうしばらくこれ固定でいくと思う。課金してしまいましたね。ついに。760円だった。見てるね。で、偽物が来てやっつけたので、追いかけに行きましたが、青が通報してしまったという。まあ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 。二択だよ。そう。バナナと小豆の二択。まあ、ロラっちゃえば終わり。声切り抜きだな。うん。声も。バナナ狼耳だし、それで目玉つけて現れたから。途中で課金したのかと思った。そう。そういう風に見えた。あたり。これでバナナじゃなかったらもう小豆釣っとけば終わり。無粋だけどね。
目玉取った。これは守護天使かな。見てるね。見てたら首をひねられました。バケモンだよね。バケモンが飛んでるよ。今ガードしたのかな。クールダウンがありますのでタスクをせざるを得ない。これもしょうがない。はい、ガードのクールダウン中はタスクをする。コーヒーを飲んでいるね。炭酸ばっかりだな。あのネームプレート炭酸柄。で、ピンクを追います。守護天使は1試合に1回ガードできれば万々歳だと思うんだけどね。あと50秒。もうしょうがない。あと終盤にもう一回ガードできればって感じかね。バナナ死んだ。タスクも終わりそう。タスク、うん。
ピンクに入ってない。あと俺か。終わりました。はい。終わり。ういい。追跡。よし、当たる。はい。これはね、スイッチの回線が良くなくて、Wi-Fi が。で、仕方なく PC 版でやってますね。全然うまくできない。殺すぞ。誰を？なんつって。はい。マウスとキーボードは本当にやりづらい。ガチャガチャうっせえ。隕石はやりやすいんだよ。マウスだけだから。マウスっつっても俺トラックボールだからね。ああ。追っかけます。変身じゃないねということが分かり、護衛の準備。白を見失った。いました。ピンク。はい、カード。ピンクが、ピンク気づくか、気づ、うん。これはしょうがない。大追跡です。で、わかった。サボタージュ鳴らしてボタンを押させないっていうね。おほほ。
なんかガードされたやつがもうキルできなくなるみたいなことを皆さん言ってるんで、そういうバグなのか何なのか。だから今の最後もピンクをキルできなかったんじゃないかっていうね。俺の時はそんな不具合はないので何とも言えないんですけど、ハウスオブトーチャーですよ。バナナお疲れ様でした。はい。ああ、5人になった。また大体やってるんで、はい、もう明日からはもう優先でね、ちゃんと目玉が活躍する予定。あ、で一緒に追いかけますこの野郎この野郎、今の時点でも浮いてたのが青なんだよ。うん、この野郎、いや、ほんと商店街みたいだもんな。万引き犯追っかけてるみたいな。おはははは、残念。マウス、そうだね、スイッチだったらね A ボタン2回でボタン押せんだけどね。マウスキーボード右下クリックして真ん中クリックしないといけない。これも切り抜きます。はい、追跡が面白いなっていう感じ。